ちょっと祝祭マンティスで勝負ですよ。祝祭マンティス近距離での勝負になる。祝祭が体力的にはローの状態か。パウコそうですね、ここいい動きしてますよ。マサオモラシが一旦離脱、クエン選手をうまく利用しながらカバーとグレネードを入れます、はい、さらに別車線アビリングローリーからも祝祭打たれているということで、はい、耐えれば耐えるほどマンティスが有利になります。丘からのグレネード、祝祭は別車格が苦しい状況ですけど、そこに祝祭持ちない、オモラシが入っていく、まだ耐えている祝祭。さあエラが1枚抜いた、祝祭がワンダウン、エラが2枚抜いている。ちょっと時間かけすぎてますね、マンティスも。リバが1枚返したが、さあただそれをオモラシが落としていく。コーキングもダウン、別射角通っているマンティスも苦しい状況。残りはノエルか、落としきりたいところですが苦しい状況のマンティス耐えきれるか。ノエルが1枚返した。残りは1対1、クン選手は体力ローの状態、入りません。祝祭が落としきった。予想以上に祝祭が耐えましたよね、はい、信号4決まっております。滝選手がいいとこ取れてますよね。はい、しかし怖いのはコアの車線でもあるんで、さあこれを抜いていくわ。滝この 200m しっかり抜きましたが、裏からコアも来てます。5番隊のコアです。信号の収縮まで20秒です。 BD 強肩がもう3打手の中には入っている。下にもいたぞ、ここ一体じゃ勝っていく竹本でしょうか。多分 L 力のカバー入ってましたね。飛びが1枚持っていく、ユニもダウンの状況。残りは3面生存、BD 強肩、カルラ・アキオが抜いていく。いいですね、ワンワン強いですよ、はい、しかしここで伸ばす素晴らしい判断。いやここでの漁夫が来ます。なんですけどもう L 字じゃないんですよね、はい、潰したいのは。いやゼノも裏まで入ってきてますね。4名生存ゼノ、1名のみ、ミニゲ選手のみ小屋の中まで入ってきております。まあ、次のアンチ入っているので、はい、ポジション的には問題ないですけど、問題はこのノバですよね。できれば3打で潰したいんですけど、アビディンググローリー来ましたよ、はい、次はアビディンググローリー。さあ耐える時間帯が長引きますカルラ。残り4名生存、まあジャパ選手、ノバもいるということで、まあ、カバー入れにくくなりそうですね、はい、詰めていくとこの海岸、タイチーファイブに入られてしまうと苦しいアマゾネス。5対2、裏を取った。1枚、ロトが抜いて、ただしトーマス1枚返した。近距離ロトがそれも抜いていく。これで残りは4対1、ギエルトイプ1名生存。そうですね、まだ3パーティー残っている可能性を考えて、アンチ外で耐久の判断、はい、ですよ。これまず1球取ってますね。いや抜いていくのはトイプ、確定キルも持っていった。そして車両を使ってアンチで入るところ、タイチーライブが決めていきました。 GG 1位10キル、タイチ2位7キル、ギル3位4キル、アマゾンですね。そして4番隊のゼノが、これはタンクですね。 BD の車両が見えたぞ、 BD の車両危ないぞ。しっかり武器拾ってたので、はい、ヘッド当てられている。 BD ピンチ、3枚、ここで3枚、4枚ダウン。痛いですね BD。 さあ BD はここで4枚ダウンですか。残りはアズチャ選手、マンションの中に1名、デパート側が全然排液をケアしないんで、はい、ここ打てるところ打たないんですよね、はい、このおっと素晴らしい。いやここでアインが抜いてきた、鶴を確定キルまで持っていく。現役のエイムしてましたよ今、アイン選手現役です。この一瞬だけあですけど、いや現役じゃないですね。ゼロタクが返していく。やっぱり嘘です。159m、ね、言ったでしょ現役じゃないんだってもう。はい、アイン選手現役ですか。アイン選手は現役ですよ。なんであんな抜かれ方してんよ現役は。同い年だったよね確かかな、はい、そしてこのノバ詰めますね。はい、ロー選手に対してグレネードですね。詰めてきたゼノ側も2名セゾンですね。カワ君とミニゲの2名セゾン、ちょっと蘇生も入られてしまったので、はい、いや新しいミニゲのグレネード刺さります。もう一つダウン入る、詰めたいですね。詰めに行きたいが、どこから詰めに行くのか、上から飛び降りる判断か。ありですよ、ただ別の射角取るような動きもあるので、はい、全然悪くないポジションにいます。右下選手の位置は誰も予測できないと思いますよ、はい、フローラ。エスカレーター目の前にはアインが見えた。気づいてないですねアインは。でもトリチャが1枚抜いている。アインを1枚抜けばというところ、ここ1対1勝っていく。やはり現役ではない、残りは1枚です。ローを抜いて2枚、残りは1枚、どこだ。トリチャ1枚です、まあ、カー君がしっかり通路見れてるんで、通路見る必要はもうないです。3枚抜きあるか、ここ落ち着いていたいのは3枚抜き、ミニゲ、またミニゲが近距離。以前はさすがだな、強いな。以前はネギでの4枚抜きがありましたが、ここでチームを救う3枚抜き。マルコ持っていけるか、キヨセブン、ナエパンダですね、ナエパンダがここも落としていく。
ノバのルイも一面生存で残っています。結果的にはコアが持ってくか。はい、いや、ただし残りはコアも残りは2面生存です。211でしょうか。そうですね、ヒヨセブンに対して車線通ってましたね。しっかりカバーして3対1ですね。はい、残りはコアはワンダウンなので2面、いや、リバイブは入れないですね、皇帝選手の。やはり入れないと思います。シメジの位置は把握した。ノバのルイ選手アンチ内は取れています。ここからガチキャリーあるのか、ノバのルイ。現在暫定1位、ノバのチームリーダーでもあるこのルイ選手です。これ今発砲したのはカビワラですかね。カビワラ選手ですかね。そうというとカビワラの位置も把握しましたよ。左展開して、さあここはクワイワ警戒してますかね。上を取る判断でしょうか。う、ね、いや、ここは一度物資を取った。クワイワの目の前にはカビワラがいるぞ。左1対1になる。この1対1勝っていけるか。カビワラが決めていった。ジージ、最後ワンオンワン、素晴らしい逆転。ここでコアかなり危うかったが1位取ることができました。1位9キルコア、2位9キルノバ、3位11キル家に帰る。メンバーに内緒にしていること、終盤すぎてみんな気づいていなかったけど、この前の工学大会一発も打たれてないのに耐久ミスで、車で岩にぶつかって勝手に死んでごめんということで、はい、これチームに内緒にしてるみたいですね。工学大会内緒にしてんですね。打たれたって言ってるんじゃないですか。かもしれないですね。7番手アポステ66と6と RAV シャブ選手1名孤立しているが大丈夫か。たくみ選手タップを受けて落としていったのはフリーク。判断は良かったんですけどね、あと少しのところでカオクに入っていくことができなかったです。これ運悪い。そうですね、まあ選手に内緒にしていることにもありましたが、ドラゴンボール6つ持っていますと。おう、たくみ選手もう失いましたね今の、はい、奪われちゃいましたね。はい、残念、はい、もう一回一から集め直してください、はい、集め直してください。まあ進化校をどう考えるかですよね、はい、検問されてるかどうかを考えるので、はい、これしっかり読み切ることができるから。スポットここでしかもカルラがオーディ落としているぞ。クン選手の車両のみですね。ただしアビディングローリーを飛ばしたのはクン。またこの男がグレネードで起点を作った。ただし信号収縮まで10秒です。ここはもうアンチアに行きたいところ。そうですね、相手蘇生できない読みで多分ここはもう無視ですね、はい、やはりクン選手、先日聞いたらグレは自分が一番うまいと言っておりました、はい、ここで2枚飛ばすの本当さすがですよね。素晴らしい。いや、確定キルまで入りましたよ。でもカルラのポジションが強い、はい、カルラ対アビディングローリー、人数差はいい。一気に詰めていく。竹本ワンオンワンだが、アキオが決めていった。アキオですね、アキオここワンオンワン勝ったんでかいですよ。そして竹本選手もしっかり合わせてました。はい、素晴らしい連携。ただしフリークも3名生存で地下から出てきている。それを落とすのがカルラ。クラゲがアビディングローリー落として、ね、クラゲ選手しっかりこの可能性を考えて抑えてました、はい、1人で素晴らしい判断、はい、素晴らしい判断。残りは2チーム3対2の状況。フリークがネボレクの2名生存、フリーク勝利あるか、カルラがそのまま決めるか、クラゲのグレネード刺さります。そして残り1枚1枚です。レク選手のみ、一気に詰めに行くのはカルラ。これが王者カルラ、一気に襲いかかる。さあ、ただし上ですよ、下にいた、降りていた、レクを決めていったカルラ。王者がここで1位、13キルジージー。1位13キルカルラ、2位6キルフリーク、3位8キルアビディングローリー。ピリオドの方からまずお願いします、はいはい。さあ、こちらピリオドの方になっております、はい、1位がカルラで、なんと100ポイント、ピリオドではもう逆転しましたね、カルラ。そして全体の結果の方に行きましょう、お願いします。ということで圧倒的257ポイントのノバ、そしてそれに対して36ポイント差で2位のカルラ。まあ来週は60ポイント近くのポイント獲得できなければ、まあ逆転優勝はないのかなと思います。そうですね。